テレビのいい時期悪い時期いろいろ見てると思うんだけど、はい、今テレビをどう見られてるのかな。ごめんなさい、りんちゃんの質問、はい、こんな感じです。りんちゃんがもう本気で聞いております。これはだってこの後佐久間さんとか来るんでしょ。よくご存知で。そうなんですよ。でも炎上は来たいっすよね、はい、いやもうでもさんから見て、うん、これはだから僕らは本当にテレビ世代で、あのバブルもお尻の方はいい思いさせてもらってるので、うん、やっぱテレビに対する思い入れっていうのはやっぱ強いんですけど。そうですね。ただ、うんうん、ちょっと本当に本当にやばいよね。やばいですか。やばいですか。やばいと思いますよ。どういう意味でですか。あの、PUT だっけ、あのリアルタイムで見てる視聴者数、あのあのそれが毎週ちょっと最低を更新したりしている状況で、はい、すごい勢いで減っているわけですね、はい、数値がね。はいはい。さん、バイキングやってる時の数字って気にしていたんですか。あの僕は自分のはあの気にする時と全く見ない時があって、あ内容とあとはフォーマットちょっと変えた時にどこで反応するかとかっていうのはスタッフさんとはもう話して、あ これはやっぱ来るなとか、でもこれはダメだけどやり続けた方がいいよねとかっていうのは。バイキングじゃなくお芝居の時の視聴率はいかがですか。お芝居の時はだから僕は皆さんと違って主役ってそこまでやったことがないので、うん、ですからあの脇役だったらやっぱり脇役としての立場っていうのがあるから数字っていうのはあの僕はタッチしないし、ただやっぱ主役の人とかじゃあ司会者の人ってなったら半分はスタッフさんだと思ってるので、それはやっぱり気にしなきゃいけないし、スタッフさんの生活もあるのでっていう感じだと思いますけどね。でもただ肌感としてやっぱりなかなかテレビはこれからいやだから、うん、だからさもうちょっと好きなことやればいいのにって逆にね、そのさっきの話じゃないけども、でもさせてくんないでしょ。いやどうライアンスとか、ね、いやもう相当全然させてくんないでしょ。マジで制作費の話から始まりますよね。いやもう本当にだからそれででもここまでは大丈夫ですよって言われたとしたら、そこは2歩ぐらい手前だからね。あだからってことは 2.5 歩はいけるわけ。0.5 歩そういう当たりをつけてるんですね、坂上さん。半歩は、うん、はみ出した方がいい。はみ出した方がいい。ただやっぱり2歩手前でってなると、うん、やっぱみんなちゃんとしてるから、うん、そこでやっぱりそこがルールになっていくけど、なるほど。俺は大体あの仲のいい人からここ2歩手前がラインですって言われたら 2.5 でしょ。で あんまりこのディレクター好きじゃねえなと思ったら5歩ぐらい行っちゃう。逆にね、逆に俺知らねえよっていう5歩がね。勉強なの怖いな。坂上さん、なんか他の番組も全部このタイミングでちょっともう全部なしでもとかっていうことはないんですか。多分番組の内容によると思うんですけど、もともとその動物のをやらせていただいているのは、これはもう年齢は関係ないというか、ただ一番初めの食事会の時に演者の人とかメインスタッフの人とかとご飯食べた時に、別にタイトルは坂上動物王国になってるけど、これはサンドイッチマン動物王国になったっていいんだよっていう、この番組が続いていって、俺が使い物にならなかったら俺が引いて違う人の生冠にしちゃえば、でもそれぐらいこの番組は続けてほしいっていうのは言ってあります。なんか重くなっちゃった。いやいやいやすごい重くなってないんです。あのすごい愛情があるんだった。ちょっと待って、愛情あるんだ。いや これぐらいはありますよ。すごい愛が番組にあるんだな。あとはでも本当にさっきの話のね、そのやっぱり2歩ぐらいは本当は余裕があるのに、もうどんどんこっちが怖くなって、いい子になりすぎてる部分もあるから、それがまたどんどん窮屈にしちゃってるみたいな。まあ、天野くんみたいに NHK で番組持っちゃったりするとやっぱりそれは生きづらいよ。いや本当そうですよね。いやそうですよね。そんなことないですけど。そうですね。さあ続いてはどの質問でしょうか。王子、あいい、はい、このエゴサーチ
はい、聞きたいですね。はい、ね、しないんですか。僕はしないですね。ただしない、一応マネージャーさんが、うん、これは本人に知らせた方がいいっていうのは、うん、なんかメールで届いて、うん、こうなんか青字になってんの、うん、あるじゃないですか、うん、それをクリックすると出てくるわけ。もう本当に機械が全然ダメなんでそれが送られてくるけど、それを見るか見ないかは自分の判断なんで、はい、だからこれは見せた方がいいっていうのはマネージャーさんの意思表示だから、うん、本当は全部見といた方がいいんでしょうけど、僕結構傷つきやすいんで、